氷川ワキヨまた一つ歳を重ねることができました。27歳 W と誕生日を報告。歌手の氷川ワキヨシ、47が6日、インスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告、最新ショットを公開した。写真、自身の写真が飾られた2段の大きなバースデーケーキを前に笑顔。氷川<っ>は、 今日9月6日でまた一つ祭を重ねることができました。27歳 W と誕生日を迎えたことを報告。写真が飾られた2段のバースデーケーキを前に笑顔を見せた。そして、出会った方々に深く感謝しますと綴り、たくさんの人から祝福される様子や、お岩の寄せ書きを手にする姿などを披露した。そして、 ままた愛とと平和希望と勇気を持ち歌い続けますキーナと思いを綴り締めくくった氷川きよし美しい黒ドレス姿披露前髪ありの新ヘアスタイルに超可愛かった氷川きよしが誕生日を迎えた9月6日に自身のインスタグラムを更新復帰後初のコンサートツアーきよし氷川プラスキーナ 25th アニバーサリーコンサートツアーキーズナ 東京公演のオフショットを投稿した。画像、超可愛い,い、黒ドレス新ヘアスタイルの氷川きよし。氷川は、大阪2日目。大晴天2日間満員御礼は最高で幸せで嬉しい氷川きよしのスイッチが入りました。キーナ3コーナーも肩の力抜けてリラックスして楽しく歌ったよ、キーナ。と大阪公演2日目の感想を綴り、前髪ありのヘアスタイルのオフショットを投稿。 黒いドレス姿のヒカワが前髪を作った髪型を確認するように手を当てる姿などを公開している。X、旧ツイッター、では、この投稿に対してファンが、キーちゃん、メイク変わった気がする。眉がいい。秋感じる、あと前髪作ったよね。可愛いつき、前髪ありのこのスタイル超可愛かったで、途中アレンジして前髪上げると全然雰囲気変わるの、など感想を寄せている。 氷川清キヨシが47歳のバースデーを報告。お父さん、お母さんありがとう。歌手の氷川清が6日、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えたことを報告した。氷川は、今日9月6日でまた一つ祭を重ねることができました。27歳 W。出会った方々に深く感謝します。また愛と平和、 希望と勇気を持ち歌い続けます。キーナット綴った。4日、5日と大阪フェスティバルホールでコンサートを開催。贈られたバースデーケーキやスタッフから祝福される写真を投稿した。さらに、お父さん、お母さんありがとう。キーナットも綴り、父親と母親にそれぞれ抱っこされている2枚の写真を投稿した。 氷川は昨年1月から休養していたが、今年4月27日に、3月末で所属していたながらプロダクションを対処したことと、新会社、キーズナを設立したことを報告。8月17日に、1年8ヶ月ぶりとなる復帰コンサートを開催した。加藤綾や親友、氷川清キヨの47歳の誕生日を仲間たちで祝福。 心が綺麗で面白くて最高の友です。ザ・ドリフターズの加藤茶、81の妻で、タレントの加藤彩三36が7日、自身のインスタグラムを更新。親友の氷川清キヨシ、47の誕生日を祝った。写真あり、氷川清カジュアルなショーパン姿の美脚オフショット披露。彩菜は、 キーナ誕生日おめでとうとう日中よしがみなんな集まってお祝い。と9月6日の日川の誕生日を仲間たちで祝ったことを報告した。私の家族が病気で苦しんでる時にキーナがリビングで歌を歌ってプレゼントしてくれて大号泣した思い出がある。あれは一生忘れない。心が綺麗で面白くて最高の友です。と綴った。 素晴らしい人生をみなんなで歩んでいこう、とあやな。氷川きよしプラスキーナ10月の大宮コンサートも、かとちゃんと参加しますめちゃ楽しみ、と記した。氷川も、誕生日当日に大好きな親友にお祝いしていただきました、と投稿。ひこに、あやなちゃん、シャオちゃん、あやちゃん、直おさん、ケンちゃん、やっちゃん、つっちー春江ちゃん。 ありがとうみんな信頼してるほっとするファミリーと綴った。竹江恵美、また行きたいな、表情豊かな SNS 最新ショットに夫高広が反応。女優の竹江恵美、30がまた行きたいなと2ヶ月ぶりにインスタグラムを更新。夏の京都で撮影された表情豊かな最新ショットにファンだけでなく夫の永遠高広、39も反応した。 映像、真顔笑顔になる竹恵美。2017年9月に高博と結婚し二じの母親でもある竹恵インスタグラムは、自身が表紙を飾った雑誌の紹介を7月6日に投稿したのを最後に更新が、途絶えていた。2ヶ月ぶりとなった9月6日の投稿では、夏の京都。また行きたいな、と綴り、カフェの店内で、 真剣な表情でスプーンを口に運ぶ姿やカメラを見つめる写真、さらに口に手を当て笑っている様子など表情豊かな最新ショットを公開した。この投稿に夫の高博がいいねをつけて反応しており、ファンからも更新嬉しいです。素敵な夏の思い出ですね。美しすぎる。笑った顔が最高に可愛いです。など、 様々なコメントが寄せられているアベマニュースより